はい、今日は一日中娘の誕生日会でした。朝から晩まで。で今は8時半。今日ですね、新しいものを買ったんですよ。ファビットっていうのかな。これ、あれなんですよ。歩いたのとハートレート、キロ、カロリー、階段今登ってるんですけどね。わかるって言うんですけどね。これずーっと記録取れるってやつ。ちょっとまだ使い方がわかんない。でもハートレートが、この胸とかに巻かないでも取れます。ということなんで。あとでもう一回見てみます。この回数ってのは、よくわかんない。同じ場所で、蚊が料理してても、なるのか。何を基準に、これは回数を測ってるのか、今やってます。それで大丈夫。誤差が4回あるな。今28階なんですけど、違うな、これ高さを測ってるのかな。上がんないと高さが上がんない。階段は高度でもしかして測ってるのかもしれないです。で多分横にあるこの数値は毎日の目標かな。ああ25階になったですね。なかなか面白いです。今29階なんですけど、こちら25階。そして今日やったんですけど、初めてフィビット。自転車はカウントされないんだな。こうやって歩いた階段っていうのがちょっと面白いですね。これ全体で50回ぐらい行ったカロリーとかそんな感じみたいです。